桜木町4丁目南交差点付近、新都心西交差点付近、上落合6丁目付近、世の中央通りは、埼玉県埼玉市中央区の道場三室線から、大宮区桜木町の国道17号交差点までを、南北に循環する埼玉市の市道の名称、及び都市計画道路世の中央通り線のことである。旧世の中心部を南北に循環している。百六十五年に、 事業計画に着手され、1990年代前半までに、現在の埼玉県道56号埼玉、富士見の所沢線交差点部分から、下落合の世の市庁舎を経て、大技中里の里見通り交差点へ至る指導を、拡幅する形で整備された。国道17号と最強線、東北新幹線鉄道高架の間をほぼ、並行するように位置し、全線開通後は、 国道17号と国道463号の北、浦和駅入口交差点付近での混雑回避にも一役買っている。なお、大鳥沼川とも100メートルから200メートルほど離れた位置で沿っている。鉄道高架から西に離れた場所には、埼玉県道165号、大谷本郷埼玉線と新大宮バイパスが並行している。二千一年に沿線上に、 国際工業バス西浦和営業所が、新中里三丁目停留所と引き返し場を開設しており、与野本町駅及び西浦和車庫間の路線バスの回送経路及び北浦和駅西口間の送り込み路線として運行されているが、新中里三丁目以外の停留所は東道路上になく通りの大半で、路線バスは走行していない。また、埼玉新都心駅を経由しない、 大宮駅西口発着の高速バスや、リムジンバスでは新都心、西出入口から国道17号への走行経路となっている。2019年4月1日から国道17号桜木城4丁目、南交差点から東道路を経由し、埼玉県道215号、胸岡埼玉線を右折し、イオンモール、世の方面を回る。 丸立自動車の大宮駅西口循環線が運行を開始した。埼玉市道場三室路線及び世の中央通り線。ありがとうございます。